応援してくれてる皆さんに、皆さんに対して本当に心から感謝しています。私にとってその子は子供みたいなのでもう彼を成長して立派な大人になって、もう私の力はなかなか必要とはさせないと思いますが、いろんな方と出会い、いろんなスタッフと出会い、みんなで応援して同じ選択をやりたいと思います。これからもぜひ選択を応援してon at this point to the next part of our stage.